安倍晋三首相と撮影アスアド、ビンター・リク・アルサイードは、オマーンの王族、政治家、全国王カーブースの重帝、原国王、ハイサムのイボ兄にあたる。英国のサンドハースト王立陸軍士官学校、ロンドン大学キングス・カレッジで学んだ。帰国後は、オマーン軍で軍歴を重ね、気候部隊司令官となる。1993年より、政界入りした。 2002年にカーブースより国王代理、2017年に国際関係協力担当副首相兼国王特別代理に任命された。2019年10月には天皇特人の即位礼正殿の儀にオマーン代表として参列し、安倍晋三首相とも会談している。2020年1月10日、全国王カーブースが崩御。実施のいない全国王は、 生前に後継者を公表していなかったが、これまでは序列3位の副首相であるアスワドが有力視されていた。しかし、遺言において後継者にアスワドのイボテハイサムが指名され、翌11日に王位を継承した。新国王ハイサムはアスワドを留任させ、同14日に中東諸国歴法中の安倍晋三首相と国王特別代理として再び会談した。 ありがとうございます。